はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊はアンの青春です。いやー、やっぱりね、アンシリーズは面白い。まあ、赤毛のアンの続編にしてシリーズ2作目である本書。いや、実はね、何を隠そう、私この2作目がアンシリーズの中で一番好きなんです。まあ、子供だったね、アンが大人といっても16歳ですが、ともあれ大人になり、学校の先生として島に戻ってきたという話。もちろんアンが持ち前の明るさと行動力で周りをどんどん幸せにしていくという前作共通の魅力はそのままなんですが、なんといっても今作の最大の魅力は物語の中で描かれるその先進的な価値観です。100年前の話とは思えないくらい先進的な考え方が出てきます。例えば教育。まあ、子供にはね、罰として鞭を与えるのが当たり前だったこの時代に、アンは絶対に鞭を使わないと決意して、そして実際に使わない。しなさいとか、しなければならないとかいう言葉は極力使わず、大人の考えを一方的に押し付けるのではなく、子供の意見や理屈にも耳を傾けた上で、大人としての意見も伝える。何よりアンから子供への愛が伝わる。悪い子であっても好きということを子供にちゃんと伝える。その上で良い子になったらもっと好きになると伝える。いやー、赤毛のアンから学ぶ子育て本とか出てもいいくらいですね。結婚に関する考え方も先進的です。まあ、女性は結婚するのが当たり前という時代に、未婚の年配の女性が結構出てきて、しかもちゃんと魅力的に描かれている。アンに表では強く当たりつつも、裏では心から愛しているのが伝わってくるツンデレ佐藤やマリア・カスパードはその最たるものですが、今作ではもう一人、ミス・ラベンダーという独身女性が出てきて、この方がまあ魅力的。髪は白髪でありながらも美しく上品な佇まい、ピンクの頬に柔和な瞳、そして17歳のアンとも話が弾むほど若々しい心の持ち主。アンもミス・ラベンダーのような人になれるならずっと独身でもいいかもと思ってしまうくらいです。赤毛のアンのような世界中の人に読まれた作品に、こういう教育やジェンダーに対し先進的な考えが含まれているということは、100年後の現代の私たちの価値観を構成する上でも多大な影響を与えたのではないかなと思いました。これ以外にもアンの青春にはたくさんの魅力的な人物が登場します。度を超えた至らざ好きの男の子デイビーに、口が悪いオウムが友達のハリソン氏、ミス・ラベンダーに仕える少女シャーロッタ4世などなど、アンも含めた魅力的な登場人物たちのおかげで400ページ近くある長編ですが、最初から最後まで飽きが来ず楽しく読める一冊、アンの青春、読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。